はい、こんにちは。というわけでやってまいりました。今日はですね、これですよ、これ。ホンダ E の、コンセプトですね。ホンダ E アーバン EV コンセプトです。というわけで、ね、ちょっと今日はちょっと開封動画ということで、ちょっと早速開けていきましょう。はい、では開封の方していきましょう。これ結構大変、三脚ね、真上から撮ってます。ではでは、もうこれね、あれなんですよ、あのホンダの青山で、買ったんですけど、あの本社ですね。もう段ボールが、もうこのように開封されてました。では開けてみましょうって、これ一人で結構大変、ところてん方式で行くわ。おりゃ、出ました。ちなみにね、これ DNA っていうね、ところの商品になるのかな。はいこんな感じです。こうスチロールでね、大事に覆われてますね。ちょっとこれ取りづれえわ。よっしゃ、こう黒い箱が、ほう、すごい、箱もきっちり。では開けてみましょう。あ、結構なんかすごいピタッと入ってる。おりゃ、じゃーん、おほほほ、かっけー。うわー、これ、あ、なんかここパカパカなっとる。横から出せる感じ。おお、すげー、すげー、ケース付き。はい、出ました、ホンダアーバン EV コンセプト、18分の1ですね。いや、これかっこよくね。うわー、すごいねホイールこんなんなんやったんや。これね、当時ね、コンセプトモデル、あのこれね、扉のがこう開くんですよね。ここがドアのヒンジ、ヒンジがこっちになって、ドアノブがここにあるんですよね。これがパカッと開きます。いや、これほとんどね、このコンセプトカーから今のホンダ E にデザインが変わってないですよね。ほぼコンセプトモデルで出たという感じがしますね。ちょっとこれ前に向けてみましょう。はい、目がちょっと半開きでしたね。あの当時のコンセプトカーはこれまん丸の目じゃないんですよね。で、この2本線のデザインが、あの後ろだけに今は、継承されてますかね。で、これほら、ここにね、ホンダアーバン EV コンセプトという感じでね、当時ね、あの文字が出てきたりとか、なんかあのニコちゃんマークとかね、なんか出てきたんですよね。すごいね、なんか、シンプルでアイコニックなデザインですよね。ちょっと後ろも見てみましょう。後ろもね、デジタルの文字が、当時は出てたということですね。あの四角目だったんですよね、当時は。これちょっと外せるんかな、アクリルちょっと外せるか。よいしょ、ちょっと怖いけど、めっちゃ怖ないこれ。お、やってしまった。よし、ネジが外れましたよ。中間も傾いてるし、大丈夫かな。開けます。開くのか、開かないのか。開けておくんなまし。あ、開いた。じゃーん、はあ、かっこいい。わあ、わあ、いいかもしれん。
レジンモデル1/18。いや、かっこええわ。これ当時のね、コンセプトカーはね、もうちょっとね、アイボリー色という感じだったんですけど、このレジンモデルは真っ白ですね。ちょっといろいろ見ていきましょう。これ当時ね、この天井が完全にガラスルーフだったんですね。こんな透明なんですよね。今、ホンダ E はもうここだけですよね。フレームも華奢。かっこいい。これが、あれですよ。ね、電子ミラー。これがドアノブなんですよね。こう開かないんですよね。こう開かずに、こう開くんですよ。わ、これ、どこ持ったらいいんやろ。つうか、これ走るんかな。一応転がるよ。だってミニカーなんだもの。これね、コンセントマークがついてるんですよね。正面からピューっとね。これホイール何インチでしょうね。20インチぐらいかな。今度のホンダ E は16インチと17インチですよね。ホンダデザイン。ここにも液晶がついてたんかな。ちょっと、あんま触んの嫌やけど。いや、いいね、いいね。かわいいね。結構やっぱこうやって見てもフェンダーね、やっぱちょっと出てますよね。美しい。ちょっと裏返してみようか。ここ持って大丈夫？あ、裏はこんな感じです。ホンダアーバン EV コンセプト DNA って書いてますね。まあね、これ電気自動車なんでマフラーもなんもないですよね。中覗いていきましょう。うわー、すごい。ハンドルあんなんやったんやな。ドアの側面に液晶があったんですね。サイドミラーは、扉についてたんですね。大型の液晶横長のモニターの両サイドに今のホンダ E は、ミラーがね、デジタルミラーがついてるんですが、このコンセプトモデルはついてないんですね。この両サイドについてたということですよね。これ実際こうなってたらめっちゃ見にくかったやろな。この液晶パネルは、ほら、本当にね、なんかテレビみたいに、木目のボードの上に、スーンと立ってる感じですね、スーンと。開いたらいいんやけどな。残念ながらね、扉はちょっと開かないんですけど。ほら、ハンドルがね、面白いっすよね。あんな形してるんや。四角いハンドルしてますね。なんかシトロエンみたいなね、デザインですよね、昔の。こっから充電なんですけど、なんかちょっと当時のやつ、ちょっと横長か。このベンチシートみたいなやつは、今のホンダ E はね、この後部座席がこんな感じになってますよね。シートベルトが当時から茶色い。よくできてるわ、これ。これ中までちゃんと見えるかな？このダッシュボードの上につまみがね、ありますね。これでも実際こんなガラスルーフってね、もう暑くてしょうがないですよね、夏は。はい、ではホンダアーバン EV コンセプト回していきます。これ回転台欲しかったな。横から見たらこんな感じです。あ、この角度かっこええかもしれん。いやー、しかしね、ほぼこのままホンダ E を出していただいてどうもありがとうございます。ホンダのデザイナーさん、開発者の方々、本当にありがとうございます。いや、かっこええわ。やっぱね、これかなりデザインがね、このデザインなかなか、これシンプルなんですけど、これなかなかできないと思いますよ、このデザイン。いや、ほんと素晴らしいわ。国産でここまでデザインを極めてくるという、いや素晴らしい。これは世界で通用するな。もうね、電気自動車がね、中国とかヨーロッパの方でもう主流になってきてますよね。内燃式のね、ガソリンエンジンとかよりも、もうこういったね、電気自動車の方が増えてきてるということですよね。今2020年ですが、日本でもね、もうあと 4,5 年経ったら、ひょっとしたらガソリンエンジンよりも EV の方が多くなるというような時代がやってくるんではないでしょうか。特にね、ホンダは大きい車を作らずに、こういったね、コンパクトカーに EV を乗せてきたということですよね。
街中で、本当に乗りやすいシティコミューターの、サイズで、ホンダは勝負したと。バッテリーをねいっぱい乗せずに、小さいバッテリーで、まあ小さいバッテリーというかこのボディサイズに合わせたバッテリーを乗せたということですよね。どんどんねバッテリーも良くなってきますので、このボディサイズでも、すごい、大容量のバッテリーが乗せれる時代がいずれやってくると思います。電気自動車こそ、街で乗る車だという提案をした本田さんは素晴らしいなと思いますね。いやしかしええわ。はい、いかがでしたかね。ホンダいい。これちょっとベタベタ触って指紋がつくんが嫌やけども、いやこれ結構大きいですね。こうやって見るとほら18分の1って結構大きいっすよね。すごいかっこいい。これレジンモデルレジンってあれ、よく歯医者さんとかの歯を作るやつね。これまだ売ってるんすかね。なんかたまにね、なんかミニカー屋さんのショップとかで売ってるかもしれないです。限定販売はもう終わってるんですが、もうその誰も買ってないやつがまだあるかもしれないです。ないかもしれないです。ちなみにねこれ台座もね結構よくできてて、これ革張りなんですよね。これ合皮かな。ほらここにプレート18分の1。これ当時2万2000円で販売してたみたいですね。消費税別でホンダの青山ウェルカムプラザで売ってたんですよね。2万4000円ぐらいしましたね。プラス税やったかな。ちょっとプレミアついてんのかな、わかんないですけど2000円だけ。まあそっか、配送料とか入ってたんかな。はい、というわけで、私のチャンネルこんな感じです。ミニカーとかもたまに買っちゃいますけども、普段は車の試乗動画とか車の新しい動画を出しておりますので、皆さんね、興味のある方はぜひともチャンネル登録してくださいね。それだけが励みで生きております。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけでホンダ E アーバン EV コンセプトのミニカーでした。じゃあね、ボーイ。